エミレーツアリーナは、スコットランドグラス号にある、多目的アリーナ。別名コモンウェルスアリーナサークリスホイベロドローム。この項目では、サークリスホイベロドロームも紹介する。エミレーツアリーナは2014年の英連邦大会に、向けて建設された。最大5000名収容。当初の歌唱は、ナショナルインドアスポーツアリーナだった。ドバイに本社を置く、エミレーツ航空が、 命名権を取得した。ちなみに、エミレーツは2014年英連邦大会のオフィシャルスポンサーであった。大会後は2015年のデビスカップで準決勝のオーストラリア戦が当地で開催された。バスケットボールのグラスゴーロックスの本拠地としても使用されている。サークリスホイベロドロームはエミレーツアリーナに隣接した自転車競技場。座席は2500名で、 最大4500名収容。UCI の基準を満たしている。競技場名であるサークリスホイは、スコットランド出身の自転車競技選手であり、五輪、A 連邦大会金メダルを獲得した。A 連邦大会では自転車競技のうちトラック種目が行われた。2012年11月トラック W 杯より、ありがとうございます。